チャオ、こんにちは。今日もパスタのお時間がやってまいりました。ってことでですね、今日タコのローズマリー風味のトマトソースでいきたいと思います。材料はこちらです。まず、トマトソースね、これいつも使ってる愛用のやつなんですけど、ピューレタイプですね。かなりドロドロしてます。それからニンニクも潰してあります。それから今日はタコなんで、タコの輪切りね。あとパスタとローズマリーと、ちょっとアンチョビペーストも味によっては使おうかなと思ってます。では作ってまいります。まずいつものように冷たいところからのオリーブオイルを熱する。パスタを入れていきます。塩分 1.5% ぐらいですね。まあ、はい、大体ねこんな感じでいい色になってきましたので、タコを入れていきます。これローズマリー、ちょっと炒まったら白ワイン、で強火でフランベ、卵を火が通るんですね。タコ火が通るのが早いから、まあせいぜいこれソテーは1分から2分じゃないですかね。はい、ここにトマトソースを入れます。でしばらく煮詰めていく。ペーストも入れます。ここでちょっと唐辛子入れてみたくなったので、入れます。正確に言うとスパゲッティっていうのはほぼ多分 1.75 ミリ以上だと思いますね。 1.75 ミリに満たないものはスパゲッティ2と言われるというのが定説だと思います。朝食なのであんまり食べない。よいしょ、いい感じですね。最後にちょっとガーリックオイルを足します。よし、はい、完成。はい、
では今作ったタコのラグートマトソースいきたいと思います。サルテ。キリッと冷えてうまいね。さあどうでしょうね、今日のやつは。初めて作りましたよ、ローズマリーのタコ。あります。あ、いいね。美味しいじゃん。あのローズマリーがね、すごいいい香りします。やっぱ美味しい、なかなかいいよ。はい、いや、うまいね。美味しくいただきました。ごちそうさま。このタコのね、料理ってイタリアだと、まあ、西洋人全般にそうなんですけど、タコって悪魔の生き物って言われてるんですよね。だからあんまりその食卓に登場しないんですよ。ただまあその沿岸部とか、まあ、シチリアとかああいうとこ行くと結構使ってますね。日本人は普通にタコ平気で食うんですけど、イタリア人はそうではないということなんです。今度はローズマリーで豚バラとかやってみようかな。これなかなか、ローズマリーは正解でした。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお目にかかりましょう。ではでは、チャオ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 。